和歌山で乾杯。この番組では和歌山県内のスナックを巡り、お店のスタッフとの会話や思い出の一曲を楽しんでいただきます。今回お邪魔したのは、先週に引き続き和歌山市吉田ルミエールプラザ1階ラウンジメルツです。店内はウッディで落ち着いた雰囲気、ゆったりとしたソファーがあなたを包み込んでくれます。迎えてくれたのは神田弥生ママ。今宵もウィンズ平坂さんとのトークが弾みます。ママが独立した時ってもうかなり前だから、もう20代じゃないですか。そうですね、独立は29歳で独立させてもらいました。はい、そんな若くで普通独立って難しいと思うんですけど、それできた秘訣というか。そうなんですかね。私の中ではもう22からホステスをやらせてもらってるんですけど、はい、25になってもやってるんであればこの道を極めようと思って、うん、で25を過ぎてからは自分でお店を出すっていうことを目標にお仕事を頑張らせてもらい、はい、やっぱり前のお店のねママにも力添えいただき、うんうん、なんとかお店を出させてもらったんですけど、はい、それがねもう30までにお店を出すっていうのはもう自分の中で決めてたん でそれがね、そういろんななんていうかな、周りのタイミング助けてもらう形やったりとか、うんうんうん、応援してもらう形ですごいタイミングがぴったり29歳の時にはまって、それでお店をね出せたんですけど、大谷さんもいくつで何とか、うん、あの野球のね、うん、活躍したいくつでこうなっていくつでこうなってってこう計画を立ててるみたいな、なんかね大谷、そう女性版大谷さんみたいな感じがしますね。そう考えたら俺全く何も立ててないから、こういう仕事になるとは思ってなくて、お父ちゃんの米屋継ぐ予定が米屋潰してこんなになってしまって , 笑いすぎやもん。ほんまになんかお店の中でこうみんなで楽しく、するイベントなんかもされてきてるらしいですね。そうですね、結構イベントごとが大好きで、まあまあ浴衣祭りやったりとか、うん、クリスマスやったりとか、いろんなもこの節目節目、まあ、月2回ぐらいいろんなイベントをするんですけど、はい、どんなシステムなんですか。こういやイベントの時には、うん、チケット制とかになるんですか。そんなんじゃなくて普通にいつも通りの営業なんですけど、女の子が、まあ、仮装してたりとか浴衣着てたりとか、うん、サンタさんやってたりとかある中で、うんまあ、ゲームやったりくじ引きやったりビンゴ大会やったり、うん、カラオケ大会やったりをやりますね。ほう、大体お客さんとしてはその気になるのは、そのイベントの時に来たらなんかメリットっていうか、なんかこう、はい、ちょっとなんかサービスがあったりとか、うん、そんなことも時にはあったり。そうですね、まあはい、お客様に対しては結構いろいろあって、はい、過去には、まあ、ガチャガチャを引いてもらうと、お客様にね、はいはいはい、ガチャガチャを引いてもらった時に出てきたのが、まあ、シャンパンプレゼントやったりとかドリンクサービスもあるけど、女の子にドリンクおごれもあるし、お客様テキーラの皆さんとか。なるほど、まあ得もあるけど、えらいことあってもたみたいなのもあるんだ。ありますね、はい、たくさん。もうドキドキしたい絶対来た方がいいですよね。そうですね、結構楽しんで帰られる方が多いですね。そうでしょうね、はい、でなんかお客様に罰ゲームを書いてガチャガチャ入れてもらったりとか、なんか結構参加型でみんなでやるんですけど、そんな時っていうのはやっぱりお客さん同士も親しくなりますよね。そうなんです、うちの結構お客様同士が仲良くって、はいはい、なんでなんかここが集合場所みたいな感じになってることがね、うんうんうん、よくありますね。いいですねそれって。イベントの時とかもカラオケ大会とかするんですけど、はい、そのカラオケ大会で、うん、その
知らない歌を歌って点数を取るっていうのに調べたら、はい、ウィンズ平坂さんのブラックリチョウが出てきたんですよ。いや出てきて出てきて嬉しい。知らない歌知らんかったってことじゃないですかそれ。はい、そこで初めて知りました。初めて知りました。なんか、まあ、こんなんありですか。まあでも、ね、独立するといいんです、うん、知らなくても歌っていただけるとカラオケで毎回あの作詞作曲してると1円50銭ぐらいが入るんです。あ、そうなん、1円50銭。そうなんですよ。じゃあブラクリチョ練習しますね。お願いいたします。こっからはもう一個ちょっと大きくして、もうちょっとたくさんのお客様にご来店いただけるようなお店を作っていきたいなと、女の子も増やして、うんうん、一個ちょっともう一個頑張ってみた後で、最終的には本当にスタンド、はい、スナック、私一人でやるお店を、はい、なんかもう今ね来ていただいてるお客様方と一緒にまだまだ楽しめるように作っていきたいという夢はありますね、うん、もうずっと先も水商売アロチでちょっと盛り上がっていけたらなと。で歌っていただける歌、はい、お願いします、はい、今井美樹さんの Peace of My Wish。 僕めちゃめちゃ好きです。本当ですか、はい、いやいや僕この曲大好きで、もうママ特にねあの最後のハモリがめっちゃ良かったですね。そっちですか。ラウンジメルツでの弥生ママとウィンズ平坂さんのトークいかがでしたか。次回はどんなお店でどんな出会いが待っているのでしょうか。次回も酔わせちゃうわよ。